こんにちは、褒めまくりです。悲しい出来事が毎日毎日飛び込んできますね。大好きだった女優の岡江久美子さんがお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。さて、そのことに関して今日は自由民主党の女議員2人の発言に違和感を感じたのでお伝えしようと思います。最後に日本人の反応をお伝えします。早速行ってみましょう。まずは自由民主党の女議員2人の発言をお伝えしようと思います。自由民主党三原純子議員ツイッターから、いつも明るくて優しくて、私が高校生の頃からご一緒させていただいていた、言葉が見つからない、合唱。自由民主党松川るい議員ツイッターから、岡江久美子さんがコロナにより急逝されたとの訃報、とても信じられません。感染判明から3日で容体急変とのことで、コロナは本当に恐ろしいウイルスだと改めて感じました。また本日も岡江さん含め16人も亡くなられ、この2人の発言が目に入りました。他の議員も発言されてるかもしれませんが、目に入ってないので取り上げません。まずは三原純子議員のツイッターに対しての記事をお伝えします。自民党参議院議員で元女優の三原純子氏55が23日新型コロナウイルスによる肺炎のため急死した女優の岡江久美子さんの訃報に接し、自身のツイッターで哀悼の意を表した。ところがあんたたちが殺したんだよと中傷する投稿が寄せられ、言っていいことと悪いことがあるとショックを隠せない様子だ。三原氏はいつも明るくて優しくて、私が高校生の頃からご一緒させていただいていた、言葉が見つからない、合唱と綴った。岡江さんとは2005年のテレビ東京系ドラマ上を向いて歩こうから坂本九物語からで親子役で共演したことがある。岡江さんは昨年末に乳がんの手術を受けたと報じられているが、三原氏も子宮頸頸がんを患った経験がある。三原氏を中傷する投稿に対しては、これは言っちゃいけない言葉の暴力、通報しましたとのリツイートが寄せられた。三原氏は自民党で女性局長を務めている。このことに対しての日本人の反応をお伝えします。事実正論を言うと叩かれる、戦前戦中だな、女性議員って必要かだよね、これは言って良いことだね、ボディーボディー、ある意味正しい、政治責任担う人に言っちゃいかんのか、その言葉を封じる声こそ言っちゃいかんこと、殺したのが武漢ウイルスだろう、政治家叩くなら習近平をまず叩かんと、いきなり言論弾圧、情報統制、中国共産党かこの国は、自民党が殺したって言うより安倍が殺したんだろう、コロナで死んだのは誰のせいでもない、抽象じゃねえ、紛れもない事実だ、死んだら検査します、日本すごい、まあ追悼米出さなかったらよかったんだろう、親族からしたら少なからず国のせいでとはあるよな、国民やっていいことと悪いことがある、いやいや与党の一員で安倍政権をめっちゃ肯定している側なんだから、今やってる方針に対しての批判はちゃんと受け止めろよ、何様のつもりなんだろう、クククク、図星をつかれて発狂、戦時中かよ、政府の批判したら口封じみたいにされるのか、以上です。どうですか、どう思いますか。松川議員の記事は見かけなかったので、三原純子議員の記事だけお伝えしましたが、内容は同じようなものなので、同じ反応になったんではないでしょうかね。ネットを見ると、8から9割は三原純子議員に対する批判が多かったという印象です。擁護する意見も少ないながらも見受けられました。褒めまくりの感想としては、この自由民主党という政党は何なんだと怒りを感じますね。政治とは何か、政策とは何か、責任を負うべきは
誰なのか、その基本中の基本が分かってないとしか思えない発言だと思いました。何なんですかね、この二人のトンチンカンぶりの発言は。わざとこういう発言をしたんですかね。あなたたちは幼稚園児ですか。政権与党の責任を感じてないのですか。間接的に私たち自由民主党の責任ではありませんというのをアピールしてるとしか思えませんね。かつてバス事業の規制緩和によるツアーバスの事故が相次いで多くの人命が失われたことを皆さんお忘れでしょうか。小泉、竹中、安倍の規制緩和路線により2000年にそれまで免許制だったものが認可制になって事故が相次ぎましたね。このことからも分かるように、政策一つで国民が幸せになれるか不幸せになれるのか、地獄を見るのか、そうなってしまうんです。そのことがこの女二人の議員はまるで分かってない他人事のような発言をしたので違和感を感じたんです。違和感というより怒りを感じましたね。お二人とも他人事すぎませんか。あなたたち一般人じゃないんですよ。遺族からすれば口には出さないかもしれませんが、少なからず国に対して怒りを持ってても不思議じゃないでしょう。その国とはあなたたち政権与党ですよ。あなたたちは一般人ではないんですよ。政治家のくせに一般人のような発言をするのはやめてほしいですね。政権与党の自由民主党の議員でしょう。自分たちが推し進めた政策、新自由主義、グローバル化、移民受け入れ、中国との濃厚な関係を構築、そのことへの反省はないのでしょうか。そしてコロリン事件が発生してからのあなたたち自由民主党の判断、対応について反省はないのでしょうか。明らかに今回のコロリン事件では安倍の首相と自由民主党は全てが遅かったでしょう。遅いなんてもんじゃなかったでしょう。今でさえまともな対応してないでしょう。何なんですか。外国人を入院させて日本人を入院させないってありえますか。国民の怒りが爆発する理由すら理解できないんですかね。そして中国と濃密な貿易関係と人の濃密な関係を作ったのは明らかに自由民主党でしょう。そのことを否定するんですか。否定できますか。この地球にはそれぞれの国にいいも悪いも特産物というのがあります。それは神様からのいい贈り物もあれば悪い贈り物もあります。具体的にはサウジアラビアは石油という産物がありますよね。オーストラリアには鉱物があります。これも産物ですよね。日本には天からの恵みの森林、水、その産物があります。それを生かしたお米という農業産物もあります。そして中国にはウイルスという悪い産物もあります。これを否定できる人この地球上にいますか。そのことを知らないバカがいますか。何度も何度も何度も SARS、MERS、鳥インフルエンザ、コレラ、赤痢、豚コレラ、ちょっと思い出しただけでもこれだけあってもっともっとありますし、そして今後もどんどん出てくるでしょう。中国にいくら行っても治るわけがないでしょう。永遠に中国はウイルスという産物を出し続けますよ。そういう国と付き合うのか付き合わないのかを決めるのは日本自身でしょう。そしてそういう産物を生み出す国家と濃密な貿易を推し進め、人の交流も推し進めたのは自由民主党の政策でしょう。この二人の議員はこれに反対したんですか。断固反対したんですか。もし断固反対してたのなら岡井久美子さんの訃報に対しての発言は違和感は感じません。断固反対したのなら自由民主党から離党してますよね。クククククク笑い。しかしこの女議員は賛成したのではないですか。あなたたちの政策によってウイルスを入れてしまったんですよ。そのことがまるで分かってませんね。そしてずっと中国人を
習近平が来日しないと決まるまで入国させ続けたの自由民主党でしょう。あなたたちがこういう政策をやっていなかったら、日本中にコロリンが蔓延することはなかったんですよ。国会議員に高額な報酬って必要なんですかね。キリがないのでこの辺で今日はやめときます。くくくく笑い。最後に一言、自由民主党の議員は一般国民の心情をまるでわからない政党になってしまいましたね。小選挙区制のせいでしょうけど、こういうことを言ったら国民にどういうふうに受け取られるかさえまるでわからない。まるでルイ王朝の政権みたいになってしまいましたね。あ、松川議員はルイっていうお名前でしたね。くくくくく笑い。何にも発言しない方がいいのではないですか。まあ何も発言しなかったら議員は務まりませんけどね。議員を辞めて一般社会に入ることをお勧めします。議員は高級な綺麗な洋服を着ていて務まるような仕事ではないですよ。今のままじゃ2番じゃいけないんですかというどこかの女議員レベルになってしまいますよ。それではまた次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。